皆さん、こんにちは。私たちは日常の生活を楽にするため、いろんなものを使っています。その生活の中で、知らないうちに危険が潜んでいたことを想像できたでしょうか。しかし、現実はあなたを驚かせることになります。では、実際にどのような害をもたらしているのか、ご紹介します。1. プラスチックボトル。私たちが毎日使っているほとんどのボトルは、ビスフェノール A という有毒な工業用化学物質を含むポリカーボネートプラスチックでできています。この人工化学物質は、細胞の修復、成長、エネルギーレベル、および再生の身体的プロセスに影響を及ぼします。放出される BPA のレベルは水の温度に依存します。熱くなるほどより多くの化学物質が体内に取り込まれます。ホットドリンク用のマグカップが必要な場合は、ステンレス製またはポリエチレン製を選択してください。2. フルーツジュースとドライフルーツ。フルーツジュースは含まれている砂糖のために不健全な飲み物です。しかし、乾燥果実とともに、それは貯蔵寿命を伸ばすために防腐剤として使用される二酸化硫黄も含んでいます。喘息や亜硫酸塩感受性の人は、これらの製品を避けるべきです。呼吸困難から生命を脅かすアレルギー、さらには死に至るまで重大な健康異常の問題を引き起こす可能性があります。亜硫酸塩を避けるために防腐剤を一切使用していないオーガニックブランドをご利用ください。3. ファーストフードの包装。私たちの好きなファーストフードのほとんどは、タイグリース製の化学コーティングを施した容器に包まれています。これには、成長する肺または小児に影響を及ぼす不規則化化合物を含んでいます。それは、成長や行動、学習機能などに影響を及ぼし、また癌のリスクもあります。私たちの体内に入る、フッ素化合物の量は、食品の温度、食品の種類、パッケージに残っている時間の長さによって異なります。4. 電子レンジのポップコーン。悲しいことに、電子レンジのポップコーンバッグには、パワフル、オロオクタン酸と呼ばれる酸が含まれています。この酸は、潜在的に、がんを引き起こす可能性があります。別の化学物質、ジアセチルは、バターの香料に含まれており、呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。あなたが、ポップコーンを愛している場合は、専用の、フライパンやストーブが必要です。5. 日焼け止め。日焼け止めには、亜鉛と二酸化チタンという、化学物質の2種類があります。第1の種類は、実際に、太陽光線を遮るか、散乱させます。第2のものは、UVA 及び、UVB 線による、損傷を防止する、化学反応を引き起こします。いくつかの、毒物学の専門家は、ホルモンの崩壊や、細胞障害を引き起こし、結果として、皮膚がんを引き起こすことを示唆しています。6. あなたの机で昼食を食べる。あなたは自分の机が綺麗だと信じているかもしれませんが、それは便座より400倍多くの細菌が付着しています。あなたのキーボードだけで便座より 70% 多い細菌があります。しかも、あなたの机の上で食べることは、あなたが一箇所に滞在する時間を増やし、
何時間も座っていると心臓病のリスクが高まります。食べる予定がない場合でも常に机を拭いてください。この無害な剤は膝の血圧を上げ、心臓発作や心不全のリスクを高めることになります。7、足を組む。それはまた股関節に圧力をかけ血栓を形成する可能性があります。医師は足を10分または15分以上組まないように勧めています。足を床につけたり、特別なツールを使って足を90度より少し上に曲げたままにしておくことができます。あなたが足を組んでいる場合は毎時間ごと軽く歩くようにしてください。8、洗顔剤。洗顔剤には血管を弛緩させたり収縮させる能力で知られている化合物が含まれています。これはあなたの目の血管に直接適用すると無害であることを意味します。飲み込んだ場合は直ちに医師の診断を受けてください。これは急速な心拍、吐き気、および痙攣を引き起こす可能性があります。また、子供やペットが誤って飲み込んでしまうのを防ぐため、手の届く範囲に置かないでください。9、クロックスの着用。クロックスは長期間着用すると、かかとが保護されないので、危険です。かかとが不安定な場合、つま先の奇形や爪の問題、および角質に影響があります。短期間、ビーチや庭で着用するのは、大丈夫かもしれません。いかがでしたか？何かのお役に立てれば、幸いです。ご視聴、ありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。